こちらには苗が数多く並んでいます。そして間もなく田植えが始まります。この地区の通常の風景が戻ってきました。震災後初めての田植えが行われたのは、帰還困難区域のうち今年1月に立ち入り規制が緩和された復興拠点です。町が目指す来年春の避難指示解除に合わせた営農再開を目的にしたもので、作付け面積は30アール。今年収穫される米は原則全量廃棄されますが、基準値を下回れば来年度から作付け制限が解除されます。基幹産業の復興がなければ、町の復興もないと思いますので、冬季営農再開を目指してですね、取り組みを強化してまいりたいと思っております。町内で農業を再開したのは震災前の1割未満にとどまり、高齢化も進む富岡町。復興拠点で始まった試験栽培が復興に向けた大きな一歩になると期待されています。